こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は岡山県にあります、なぎ山に登っていきたいと思います。はい、現在午前10時です。奈義町にあります奈義山の登山口から、登山スタートしたいと思います。コースタイムが、約4時間ぐらいのコースになっております。山頂へのアプローチがいくつかルートが ABC とあるようなんですけれども、ヤマップ見てましたら、昨日おとといぐらいに、C コースで、登られていた方がいらっしゃいましたので、そのトレースをお借りして、登りたいなというふうに思ってます。もしかしたらちょっと状況によっては、ラッセルしないといけないような状況かもしれないので、そういう場合はね、ちょっと、山頂まで行くのか途中で撤退するのか、安全なね判断をしながら登っていきたいと思います。はい、駐車場から10分ほど登ってきました。B コース、C コースの、分岐までやってきました。右に行くと B コース、左に行くと C コースです。さっき地元の方とすれ違ったんですけど、C 上りの方が行きやすいかもっていう話をお聞きしたので、もうそのまま C で登って、で下り B を使おうかなという、そんな周回コースにしようかなと思います。しっかりに足跡ついてそうで良かったです。12時30分です。
山頂直下の稜線までやってきました。山頂まであと15分ぐらいのところです。で本当であればこの後ろとか綺麗に稜線がね伸びてるはずなんですけども、見ての通りホワイトアウトですね。すぐそこに避難小屋もあるんですけれども、この30メーターの距離でも真っ白になるぐらいの感じです。ただ結構ね風とかは穏やかで歩きやすい気候かなという感じです。では山頂を目指して歩いていきましょう。12時45分、渚山頂到着しました。お疲れ様でした。1255m です。はい、で見ての通りの、真っ白な景色でございます。いや本当言うと、雪と綺麗な稜線と青空の絶景が見たかったんですけども、まあ、こういう時もありますよね。ちょっとね思ってたよりも予報よりも天気が崩れてしまったよ。はい、2時30分です、登山口まで降りてきました。お疲れ様でした。天気がねなかなか、まあ、ガスで眺望もほぼなしということで、それは残念だったんですけれども、まあ思う存分雪を楽しめたということで、まあ一つ良かったかなと思います。はい、渚さん、この山自体は非常に、歩きやすいルートだったと思います。今回はね雪が降った直後ということで結構積雪量も多かったんですけれども、まあ、それでもちょっと危ないなと思うような箇所もほぼなく、安全に歩くことができました。なので、まあ、雪山シーズンでも初心者の方でも楽しめるお山かなというふうに思います。はい、というわけで、まだまだ雪山シーズン続きますので、またね次回の山の動画も見ていただければ非常に嬉しいです。はい、では今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。